ね、皆さんもう学校に入るときは洋楽なんかなんかじゃないよ洋楽とかね、あんまり聞いたことなかったりとか、英語も難しい子がたくさんいるんですけど、みんなでたくさん練習して心を使うことだったりとか、世界的にいいっていう音楽を勉強することをみんな前向きにすごく頑張ってくれてですね、ここまで来ております。皆さんいかがでしょうか、楽しんでいただけてますか。暑い中すいませんね、お水飲んだりしてくださいね、皆さんね、本当に。そして、ではちょっと英語の曲が続きましたので、次は日本語の曲お届けしたいと思います。なかなか私たち愛してるよとか大好きだよってちょっと習慣でね、直接な言葉を言うことって少ないと思うんですけれども、こういった音楽の中であれば、こう愛してるよ大好きだよっていうのを素直にストレートに届けられるんではないかなと思って、この曲選ばせていただきました。ぜひちょっとお隣さんに大好きだよってどうぞ、皆さんもどうぞ、大好きだよ。いや、こういうことやるんですよ、授業でも大好きだよ。あ、ちょっとやりすぎ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 。そう、なんか愛情表現ってね、ちょっとシャイだったりとか照れちゃうとやりづらいんですけど、やっぱり言葉とか表情とかで直接伝えられると嬉しいものなので、今日は私たちから歌のメッセージとともに皆さんに愛をお届けしたいと思います。ではこれはミーシャさんの、曲でございます。聴いてください、愛の形。私の胸に浜
ありがとうございました。ひなた、ソニア、サラ、そして今回手話ができるということで全部手話してくれました、みゆちゃん、ゆうかちゃん、皆さん、ラブはこれですよ。誰かと喧嘩したときこれやってください。ふいってしながらラブでございます。やってください。では最後の曲いきたいと思います。盛り上がっていきましょう。皆さん、何か回すもの持ってませんか？You'll be so good. I need you all my rushing.